これどういうあのご意見と言いますか。はい、そうですね、あの一番あの目立つのはあのちっちゃなお子さんからブログが来るんですよ。だからあの三谷さんがこれ最初あの入る前におっしゃってたことで、昔テレビがねあの家庭に来た時のような、まあ、家族全員で見てほしいと、そういったドラマを作りたいということをおっしゃって、もうその通りになったなと思いましたね。あ、はい、そしてこれを真田を見て歴史が好きになったとかね、そういう意見が嬉しいですね、うん、あのもう真っ最近は亡くなったんです、皆さんね。あの39話なんてどういう気持ちで見てらっしゃったんですか。わーっと声出ますよ、ね、出ますよね。これね、三谷さんが脚本がねスピードが速いんですよ。もう霞ヶ関じゃない、なんだっけ、関ヶ原霞ヶ関も速いですよ、ね、関ヶ原なんてシャーって飛んでいっちゃったじゃないですか。そうですものすごく1話でね10年だとか20年すぐ来るん で僕の場合もこの38話でいきなりこれ真っ白になっちゃったんですよ。そうそうです、ね、だからあの役をねどうやって作っていけばいいのかはちょっと迷いましたけどね。でも素直に淡々とやればあこうやってつなぐんだっていうふうに思いましたね。ちょっと最終回だけはあってあのびっくりしましたけど、そうですね、ね、真っ白だもんいきなり、うん、これはちょっとびっくりしたんですけどね。あ、何の話でしたっけ。39話です。39その、はい、お亡くなりになってからどういう気持ちで。やっぱちょっと寂しいなっていうのがありましたね。そう、我々もそうですよね、本当ね。あ、でもそうなんですね。もうちょっとあの付き合いたかったなと思いましたね。そうでしょうね。そうなんですよ。でやっぱりこう残したものもののやっぱりあの心配であったりそういう心境はないですか。ありますよ。でね、終わった途端はねホッとするんですよ。そしてね、何で1週間10日経つと今度は寂しくなってくるんですね、で、ああ今日は月曜日だ、みんなリハーサルやってんだろうな、遊びに行こうかなとかね。あ、そうなんですね。思ったりしましたけどね。まあですから、撮影が長いからずっと付き合いも深くなりますね。そうなんですよ。やっぱり1年やるっていうのはね、やっぱり本当みんなが密になります。スタッフも、ね、キャストも本当、うん、この経験はもう俳優さんも絶対やった方がいいと思いますね。あ、そうですか。はい、今早いじゃないですか、ミコタの、ね、3ヶ月とかそういうので終わりますけど、1年やるっていうのはなんかグッとありますよ。あ、やっぱりそのあうんの呼吸であったり、はい、お芝居においても結構そういうのがあったんですか。あります、あります。まあこれはもう初めの、 あのクランクインの時からあのとにかく本が面白いんですよ。役者はもう何て言ったって本ですから、本がね面白いかどうかっていうことで決まりますからね。だからこれは面白いとみんなが思ってたわけですよ。だからそのエネルギーがすごかったんですね、クランクインから。クランクインが、はい、なんかもう本を渡されたらみんなあのそれこそ稽古部屋で目を通したらみんな笑ってた。笑う何度見てもおかしいんですよ、クスッとするのね。これはやたまらんですよ、役者は。そうなんですね。なんかあの三谷さんの脚本っていうのは、まあ、すごく独特というか、はい、あのそれこそセリフだけとにかく書いてあって、あとはもう役者さんに任せるっていうことなんですか。そうですね、それに似たようなこと、まあ、とがきも多少あるんですけどね。あとは三谷さん自身がもう役者を愛してますから、役者が大好きなのあの人、それでよくあの俳優さんたちのあの個性だとか要するに癖だとかそういうのをよく知ってらっしゃる。だからそれをねこう台本の中に散りばめるんですよ。たまんないですよ、役者はね。そうでしょうね、はい。まあ、あの印象的なセリフもたくさんあったんですけど、まあ、なんといっても最近だとですね、あの信之が、幸せの雪という字はあの捨てたというですね、はいはいはい、その雪をじゃあ、信繁に今託すということで、はい、あの雪信繁っていうこれあのもうたまんないなと思って、あのネットでも一時期これがトレンドワードになってますね。やっぱあのね、あの雪村源次郎があの素直だと分かりましたで、ね、今雪の武士になってるんでしょうね。あれがねすごいなと思って、でもああいう発想の人ってすごい面白いなと思いますけど、
でも正幸、あのいわゆる雪を捨てられた時ってどういう心境だったと思いますか？心境ですか、やはりあの雪の字気に入ってたんでしょうね、正幸は。そうですよね、うん、だから子供にも託したいかなっていうふうに思ったんじゃないでしょうかね。それを捨てたのかという、あれを分かった時の、そうですね、あの表情がね、すごく僕は好きだったんですけどね。そうですね、うん、でも本当にこだわってたんだと思うんですよ、雪。もう雪しか頭になかったんですよ。で、真田、雪、信繁。やっぱりどうでもよかったんですよ、あとは。とにかく雪が入れば。雪が入ればよかった。そうだったんですよね。でも、最後のあのセリフが、親方様というあの力強い、お芝居でした。あれはもう、はい、あ、もうそうですね、皆さんね、これ思い出しますよね、ありがとうございます。どうしてこのセリフを最後に言ったんだと思いますか？ね、いろいろ正幸ってこうね、卑怯なんとかの、あのどうのとか言われてましたけど、基本ってあの親方を持たないっていう形で、まあ一匹狼のような形でやってきてますけど、基本はやっぱりあの武田信玄だったんだと思うんですよ。なるほど、うん、やはりあので、あの信玄公の領地と武田信玄公っていうのをもう敬愛してたんだと思うんですね。ですから、そんなあの実はそういうあの世間から言われてるようなあの人物じゃなかったんじゃないかなと思いますけどね。なるほど、はい、まあ、あのある意味ちょっと不器用であり、そしてある意味、まあ、貧乏でも引いてしまったし、ちょっと、まあ、そういう悲しさもすごくまとったような人生だったということなんでしょうね。いやでも本当にあの親方様で最後締めくくるという、あのこの生涯の人生においてもですね、すごく我々に深く刻まれたような印象がありますけど、梅崎さんどうですかね。だからついあの正幸さんに引く、いろんな人に仕えてですね、最後は生涯で貧乏を引くってことになるんですけど、でもそういう主君に対してという気持ちと我が子、あれそういうの狭間で悩み悩んだ人だとやっぱ思うんですよね。ちなみにあのそれこそ正幸亡くなった後の話もちょっと伺いしたいなと思うんですけど、九段間にいるそれこそ信繁ですね、が今あの毛皮をね、正幸の毛皮を着てるんです。あ、そうですね。ねえ、これどう思いますか？あれ嬉しいですよ。あ、そうですか。 なんかこうまだ正幸のね、あのなんていうのかな、そういうあの正幸がこうあのなんて言いますか、まだ生きてるっていうんじゃなくて、あのまだ存在がまだこう見えてくるっていうようなね、こう衣装をね、それでまあひげもちょっと似たようなひげを確かに ね蓄えてくれてね、ひげもそうですね、やっぱり意識してそういったわけですよね。これあの美術の人が考えてくれるんですけど、僕もねこれあの僕は32年前に真田太平記っていうのをやらせてもらって、はい、その時信繁やらせてもらってるんですよ。その時のお父さんがですね、丹波哲郎さんなんですね、はい、ものすごくこうすごいこう存在感ですごい俳優さんじゃないですか、どうしようかなどうしようかなどうしたらいいだろうっていうふうにあったんですけど、美術の方があのこの扮装を作ってくれたんですね。おお、でちょっとワイルドなね、こうマタギのようなそうですよね。これでなんとなくイメージが膨らんだんです、正幸っていう人物のですね。そうなんですか、だからもうそれこそのあのあの田舎のイケイケ親父がね、はい、もう都会もんに負けてたまるかみたいなねそういう根性の持ち主だったんじゃないかなって、ね、なるほどね、うん、だからそれをイメージしてね、その役を作るっていうか、その、はい、来たんですけどね。あれ小道具もすごいですね、肘掛けも全部そうです、ね、そう、毛皮好きなんですね。毛が好きですよね。そう本当に ね全部そう思う、熊だらけ、そうだからそういうちょっと誤解な方でもあって、そういうのがお好きだったという、そうですね、ことなのかもしれません、ね、そういうこうねヒントをいただくと、もう俳優ちょっといろいろねこう、はい、想像してこうあの作りやすくなるんですね。だからあのスタッフも相当気合が入ってたみたいですね。あの正幸という男、それこそさっきおっしゃってたその丹波さんがやってらっしゃった、でご自身にお話が来た時に、僕はどういう正幸やりたいっていうやっぱりビジョンは終わりだったんですか？
ありません。いきなり来たんですよ、三谷さんが。で、その1年前に三谷さんと舞台僕一緒やってましたね。はいはい、で、僕の楽屋にいらして、で、来年こういうのやるんだけど、正幸やってくれないって言ってる。僕初めて来年何をやるか分からなかったんですけど、はい、って思いましたね。こんななんか巡り合わせってあるんだろうかって思いましたですね。すごいですね。はい。これびっくりしましたね。でただ僕の中にはさっき言いましたけど丹波さんのイメージがあってすごい強かったもんですよね、全く真っ白でしたね。そうですね。それでこの美術さんとかそして始まる前三谷さんにしてはちょっと本が早くいただいたんですよ。1話からね1話から6、7話まで一気にいただいて、それで三谷さんの本を読んでると、あこれは全く丹波さんとはまたちょっと色の違った正幸ができるかなって、それでもうなんか三谷さんの本でこうひょっとしたらいけるかもしれないっていう、まあ、ちょっと自分に多少自信がつくようになったんでしょうね。はい、どうですか、やっぱりお芝居っていうのは少しご自身のパーソナリティっていいますか、そういった部分も投影されて聞いたことあるんですが、はい、草加さんどうですか、そういうのは。これに関しての正幸に関しては全く似てません僕とはですね。全然あんな豪快じゃないし、あそこまでお茶目じゃないしっていうような、これどっちかっていうと僕はネクラの方なんで全くはっきり言って真逆と言っていいですね。ああそうです、うん、だから真逆だからこの憧れがあったりだとかね、そういうのでこう思いっきり楽しめたんじゃないかなと思うんですけどね。じゃあ草加さん自身もすごいファンとして正幸を楽しめたって感じですね。楽しみましたね。そしてねもう一つも三谷さんなんで、三谷さんの本っていうのはもうあまり俳優さんが無理する必要ないんですね。淡々とそれをこうやってれば、はい、もうそれで OK っていうようなところがあるんですよ。だから非常にやりやすいんです。役者さんのまた面白いところに引き出すとか。そうなんですよ。それがたまんないですよね。すごいですね。すごい。私も引き出してほしいんですけども。そうですよね。近いところに来たんですよね。同じ草加さん、役者です。同じ役者なんですから、ちょっと私も。そうですよね。そういう話が思いますけど。ちなみに真田家って非常にキャラクターの濃い女性もたくさん。本当ですね、おかしな女優さんばっかしいからね。まあもう本当にね、面白いですよ ね、このキャラの作り方がね。これは本当に吉田洋さんもそうですけど、キリちゃんなんてね、はい、初めてちょっとすごいもう現代っぽいじゃないですか。そうですね、芝居もねあれだし、セリフのもそうだしって、はい、初めおっと思ったんですけど、今もう完璧になんかすごい存在感を示してますよね、キリちゃん。確かにね、こういうのが1年やってるっていう思う大のっていうんですかね。ね、はいはい、そう思いますね。このママだって舞台これはまあ1年前に夫婦役をやらせてもらってですね。ああそうですね。そうなんですよ。そうですね、中野さんとねやらせて、それでだからママっていう癖がついてるんですけど、ね、あでも人ももうなんか病弱なね、はい、初めセリフ全部咳のような感じで出てきてましたよね。今一番元気ですからね。そうですね、どこでどうひっくり返るか分からない。三谷さんの本はね、そういうことですよね、本当に。でもまあキャストの方はみんな仲いいって、なんかここのまあ本当に女性陣もそうですけど、みんなその和気あいあいと撮影されてたんですね、はい、そうですね、本当その通りです。なるほど。スタジオ入る前にこう俳優がこう、なんていうか、椅子が並んでて、そこでこう、待ってる時間が長いんですけど、誰一人自分の楽屋に帰る人いないですよ。もう大体そこに来て、雑談したりとかね、そういう、とにかく、すごい素晴らしい雰囲気でしたね、撮影中は。はい。まあ、いろいろとこれまでお芝居、たくさんの役者さんとされてこられたと思うんですけど、坂井さんってどういう方でした？坂井君は本当に真面目な人なんですよ。本当ね、芝居が本当に好きでね、僕もいろいろ、まあ、
2つに役者のタイプ分けるとすると、こう彼はものすごく緻密にね考えてくるんですよ役を。おうん、だから、はい、ちょっとね稽古が長くなりすぎるんですけどね。ちょっと不満だった。これ本音ですから。そうなんですね。それは素晴らしいことでね、あれなんだけど、緻密に考えて組み立ててくるタイプの俳優さんでね、僕なんていうのはもうざっくりやる方なんで、なんか全体だってざっくりってあまり緻密っていうのがないもんで、そういうやり方でやるんで、まあやり方としてはちょっとね真逆なあれかもしれないですけど、尊敬してますよ酒井君は。本当にすごい、すか、もう細かいことをよく考えてくるんですよ。へえ、ね、大泉さんってどうですか。大泉君はね、ちょうど中間ぐらいかな。あ、中間に位置する。ざっくりでもあるし、考えてる、ここ一番というところはこう緻密にやってくるしっていうのがありましたね。うん、この人もね素敵な俳優さんですね。皆さんそれぞれのバランスでというふうに、でいよいよですね、まあ先週のお話ですけれども、ついにこの信繁のもとに大阪城からの刺客、まあ使者がね、訪れまして、物語がいよいよ、まあ、最終章に突入するわけですけれども、見どころ見どころはね、僕はもうその後はもう僕もう本読んでないんですよ。僕が終わりましたですね、はい、やっぱり読まないもんなんですか。ね、後でビデオもらってね、見ようと、絵になったのを見てみようと思っているんですけどね、本は読んでないんですけど、と僕が楽しみなのはやはり二人がね、息子二人がこう、はい、ね、どんどんこう成長していって、こうね、お芝居もどういうお芝居見せてくれるのかっていうのは、それが一番の楽しみですよね。そうですね、はい、芝居の変化というところも注目であるということでございます。そしてそうですね、雪の字ですよね、これがどのようになっていくかという、そのつなぐストーリーにもぜひ皆さんご期待いただければというふうに思います。そしてやっぱあれですよね、もうダメだ重視もそうですけど、一応大丈夫ですか、ちょっと、はい、風でですね、風強いですよね、今貞子みたいになってます。前が見えない状態なんです。なってますよね。もしましょうか、いきますか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。いや同じやっぱりあれですよ、真田のものとしてボロボロになってますよ、ないですか、全然、はい、すいません申し訳ないです、ね、雪村やってらっしゃるんですか。草谷さん、私がなんでこの格好してるか理解なさってませんですよね。私別に調子に乗ってできたくないです。もう一回説明してもらっていいですか。もちろん、この真田丸と別にですね、真田丸の宣伝のドラマ、15ドラマを作りまして、ダメだ十勇士というですね、はい、その中の鎌之助という役。鎌之助だって今何も僕私のこと知らないですよ。いやちょっとカチンときました。まあそうですよね。すみません。ございますよ。だからあれですよ、やっぱりこの大阪のね、陣に行くんだっていうことですから、行く前夜のやつあれ描いたわけですから、やっぱり実はですね、はい、私大阪城にありまして、明日はいよいよ徳川との戦いです。いつもとような私に気合を入れていただきたいんですけど、あら、お願いしてよろしいでしょうか。どうなんですか、高木さん、これお願いしていいのかな、これ。鎌之助。リハーサルないとなかなか難しい。だから僕は武田家は戦国のものとしてはスキンシップがすごいんですよ。はい。はい、なかなか珍しいじゃないですか、時代物でね、スキンシップ、ね、ハグはあるし、でその中で。第2回目に出てきた草笛さんがやったこう、なんですか、スキンシップをやらせていただきました。やらせてもらっていいですか、皆さん。おお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 おいい匂いがします。いいな。あ、そうですか。これは嬉しいことですよ。これは嬉しいですよね。皆さんもしてほしいですもんね。ねえ、抽選で10名の方にこれやっていただきます。
ちょっと待ってください。これで本当に三次郎さんいいんですか？本当にこれどうなんですか？この展開。え？はい。トロ！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 あら！トロ！トロ！トロ！やだ！トロ！やだは三次郎ゆるゆき。他2名。参りました。他の場所面じゃないよ他で。小山田茂雄さん。はい。高木でございます。よし。河原スタイル大野康弘ただいま到着でございます。よし。実はですね、この我ら真田家臣からですね、ちょっとお願いがございまして、はい、ぜひですねここにいらっしゃる皆さんも共に写真を撮っていただきたいと思います。おやったー。よろしいですか？よいしょ。ありがとうございます。もうねお昼も撮ったんですけど、これやりたくてやりたくてしょうがないです、ね、じゃあ皆さん、カメラマンの皆さんどうぞどうぞ上がってくださいね。もう早速シャムダさん来ていただいております。ありがとうございます。あ、じゃあみんな入れーのですね、これね。みんな入れーのですよ。みんな入りーのですからね、はい、うわーすごい遠くまで見える。すごいですよ、本当に。すごいですね。じゃあ並び的には殿を真ん中にしていただきまして、僕はこっちに行こうかな。場所も決めてくれるんですね。はいはいはい、もちろんですよ。じゃあお二人はそっちで、あの、お二人どうぞ。私は入っていいですか？はい、いいです、入りましょう。僕らいいですか？本当にいいです。ちょっとセットしていいですか？ねえ、浜之助さん、おはようございます。おはようございます。カローズの皆さん、皆さんもちゃんと顔のね、顔、大丈夫ですか？笑顔で行きますよ。どこがいいですか？立ち位置。殿、こちらへ。殿、お殿、こちらへ。じゃあ皆さん、なるべくいいお顔をね、見えるように。こちらも綺麗。これやりたいな、本当に。すごいですね。嬉しいですね。もうどこ見ていいかわかんないですよ。どこから行きますか？あのセリフですね。はい、あのセリフです。ちなみにこれ、このセリフ流行りつつあるんです、今。巷で。あ、そうですか。そうでしょう。じゃあそれを皆さん、今ね、上田の警察署長さんが、あの朝の朝礼で最後に一言このセリフを言って、和やかな警察署長、警察署になっております。それじゃあ行きます、では各々抜かりなく、大きな拍手をお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございます。